どう？聞こえるかな、ニコ。イアスを頼んだよ。オッケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて、始めようか。エテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の弱スロットが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。いい、プロキシ先生。二人は休んでて、見張りは私がするから。ありがとう、プロキシ先生。うぅ、さっきは危なかったぜ。まさかあの赤画組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちをあそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトーン、相変わらず頼もしいね。えへへ、なんの、プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから、節約のために自力で対処するよう言ってくるかと思った。それがまさか、かの有名なパエトーンを探してくるなんて。黒騎士先生が駆けつけてくれなかったら、私たちはエーテリアスの領地から脱出できなかったはず。ありがとう。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備って、ボンプと感覚を同期できる上に、ホロ内部ともリアルタイムで通信できるんだろ？治安局やホロ調査協会より、よっぽどすげえじゃねえか！そんな切り札があるなら、なんで調査協会に加入しねえんだ？もっと贅沢な暮らしができるのによ。俺らみたいなホロレイダーと働いてたら、メリットよりリスクの方が高いだろ。エーテリアスの声。早くね、横になろうとしてたところだったのに。すぐに撤退しないと。でもまあ、ビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの墓前に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。移動しよう。ちゃんとついてきてね。道中での戦闘は任せて。もちろん戦いが長引いたら手を貸してくれると助かるけどな。最寄りの出口を見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。
前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった。危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。道案内は頼んだぜ。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。じっとしてろよ。おっとっと。気をつけて。援護する。振動は。プロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫、僕についてきて。軌道の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると、ドアの開放条件はギアコインの投入額です。ビリーも。例えだよ、例え。それより戦闘に集中しようぜ。やれや。
店長、次はどの方向に行けばいいんだ？全速力で直進。了解、全速力で直進。待ってよ、直進だと？けどよ、この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。今の火力じゃさすがにきついと思うが。心配しないで、リンの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は、おお、もう一人のパエトーンだ。遅いよお兄ちゃん、やっとログインしたんだね。悪かったよ、さっきまでホローの出口の安定性を検証していたんだ。ミリー、アンビー、聞こえているかい？とにかくリンの言った進路については間違っていない。知っての通り、ホローの中は秩序のない混沌、つまり生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。それとホローを出てからの脱出経路も手配してある。僕たちを信じて。リンもそろそろ感覚同期を解除してもいいわ。それじゃあ店でお茶を。グッドラック。静かになった。普通のポンプに戻ってる。なんで肝心な時に憑依を解くんだよ。直進する。衝撃に備えた体勢を。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺たち。よっしゃ。時間も場所も全部パエトーンの予想通りね。ニコの親分。はね、ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさかまた信号を無視したんじゃないよね？そんなことないわよ。普通の青信号とR値255の青を通過しただけだから。ま、それから来る途中に確認したけど尾行はされてなかったわよ。アンビー、R値255の青ってなんだ？あなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払ってもらえないか？待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもホローから出すこと。ほら、半分しか終わってないじゃん。物のことなんて何かあったっけ？お兄ちゃん覚えてる？ちょっと、お店の評判を落とすようなこと言ってるって自覚ある？とにかく私たちの金庫を取り戻すまで依頼は完了じゃないんだから。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤学組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル物質に侵食されて高危険度のエーテリアスになっちまった。
俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、あいつ尋常じゃないくらい強くてさ、撤退するのがやっとで、回収まで手が回らなかった。てか親分、あの中には一体何が入ってんだ？ここまで体を張る価値があんのかよ。ふっふん、早速答え合わせをしましょう。これを見て。これ、ちょっと変わったペンダントに見えるけど、本当はメモリディスクだよね。ええ、これは小型のメモリディスク。シルバーヘッドの所有物よ。重視分外から抜け出す前に、私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌身離さず持ってたらしいわ。きっと重金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも、少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いている。けど内部のデータを取り出すくらいでいいなら。リン、僕がインターネットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事をしててもいいわよ。あ、メモリディスクからデータを抽出するのも忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。
らっしゃい。あ、リンちゃんいいとこに。うちの社長がね、君の助けを必要としてるんだ。何何、どうかしたの？言った通りに伝えろって言われたからそうするね。ごほん。とっておきのおもちゃが手に入る新しい仕入れルートを開拓したのだ。君が手伝ってくれればすぐにでも店に並べられる。具体的に何をすればいいの？待って、まだ続きがあるんだから。ごほんごほん。新しい仕入れルートの入り口が塞がって、わしの派遣した助っ人も音沙汰がないと来た。解決に手を貸してくれ。詳細は後で送るぞ。以上、社長が言った通りにちゃんと伝えたから。なるほど、裏でやってる温度器ビジネスのことだね。新商品がフォローに巻き込まれちゃったってとこかな。確かに私の出番だね。スージーにはよくわからないけど、温度器って確か君たちが集めてるおもちゃのことだよね。社長がね、急なお願いだから、いつもの報酬プラスサンプルを一つあげたいんだって。気に入ってもらえると嬉しいって言ってたよ。待って待って、この質感、社長さんの仕入れたとっておきってまさか。第4世代型シンクロトランスミッションを搭載した最新の温度器ね。これが発する超音波は各種エーテル武装の波長と効果的に共鳴する。公式データによると、武装の基本スペックが平均で 44.21% 向上。このモデルを装備した戦闘員は少なくとも生存率が 30% 以上向上するそうよ。アンビ、なんでここにいるの？しー、スージーの前でそれは言っちゃダメ。ここでバイトしてるけど、温度器が戦闘用だって知らないんだから。え、超音波？武装のスペックって？ゲームの話だよ。スージーはあんま興味ないかもだけど、実は温度器ってテーブルゲームが遊べちゃうの。種類ごとにスペックが違うって設定でね。へえ、それってこうビリヤード的な？ほら、温度器って丸っこいし。あ、ちょっと待って、君たち宛に社長からメッセージが来たよ。どうやら相当な通と見た。おもちゃも君たちのような人間に使われてこそ本望。仕入れがうまくいったら買いに来るといい。特別に改造サービスもしてやろう。わあ、社長が直々に改造してくれるって、これすごいことなんだから。気持ちは嬉しいけど、私は結構よ。買いたいのは山々だけど、ジャトヤ全員の口座残高を足しても最新モデルには手が届かないから。実はね、社長さんがお礼に一つくれるんだって。私が持ってても意味ないから、アンビーがもらってよ。本当にいいの？それがあれば上級エーテルゲーマーとの対戦もはかどるわ。おお、他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら忘れられない仕上がりになるよ。ちょっと待っててね。お待たせ、サンプルの改造が終わったよ。このフォルム、とても気に入ったわ。
色も形もアンビーにすっごく似合ってるね。アンビーならきっと有効活用してくれるって信じてるよ。ありがとうプロキシ先生、それと社長さん、大事にするわ。準備完了。いつでも出撃可能よ。